お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も2人でお届けさせていただきます。はい、はい、またいませんよ忙しいんですよ。あ、忙しいんだ、はい、忙しいんです、まあ、忙しいことはいいことだからね、いいんじゃない、はい、はいはいはい。で、今日は何の、今日はちょっとマスク、はい、マスクね。いや、今日伊藤さんのマスク可愛いじゃんって思ってですね。わかる、作ってやるもんか俺もそんな可愛らしいやつ作るこれね、可愛い、ね、私もまあ、ちょっとマスク生活が長くなるので、はい、やっぱりこうファッションとかね、うん、メイクとかと連動させて、うんうん、やっぱりマスクもファッションの一つにしたらいいかなと思って、はいはい、結構こう可愛い柄の生地をね買ったりとかしてるんだけど、これはね大臣風マスク。大臣風と言いますと西村大臣でしょ。あ、なるほど。西村大臣のマスクってちょっと形変わってるんじゃん、はいはい、変わってますね。あれも立体マスクなんだけど、今まで代表に作ってあげてた立体マスクよりも少し簡単に作れるの、うん、なるほど、うん、だけどここの鼻の部分がね、はいはい、こうちょっとこう立体になってるから、はい、あのメガネとかも曇らないし、あ、なるほど、うん、少し楽。あ、まあ、いろんな種類があるんですね、作り方。そうそう、いろんな作り方があって、うん、器用な人がそれこそ YouTube でいろいろ紹介してくださってるから、はいはいはい、私ちょっとあんま縫い物得意じゃないんだけど、うん、なんとか勉強させてもらっていろいろ作ったわけよ今年。なるほどね。そうだけどやっぱ最終的に苦手だからさ、今回もこれミスっちゃったんだよね。わかる？縫い方。いや、縫い方はね成功したんだけど、はい、裁断をミスっちゃって。ああ、生地の裁断ってことですか。そう、これさレモンじゃん、はい、なんだけどこれ多分ね、うん、いやタグとか見てもそうなんだけど、はい、本当は、はい、こうなんだよね。縦と横間違っちゃって。ああ、なるほど、レモンが横になるってことですね。そう、レモンが立ってるって、だっておかしな話じゃん。悪いけど、まあレモンは多分立たないですね。立てらんないじゃん、うん、いや、レモン柄って言ったらまあ大体こう横にね、はいはいはい、なってるから、はい、だからなんか切って YouTube 見ながら作ろうと思って、うん、ただ途中でやべ、縦と横間違えちゃったと思ってさ。そういうこと。そう、もうショックだった。だけどまあ可愛いからまあいいかと思ってさ。そこを突っ込む人はそうそういないと思いますけどね。そうだよね。まあ誰にも、お客さんにも可愛いマスクしてるねって言って、はいはい、あの褒めてもらったんだけど、誰もそれ裁断ミスったとは誰も言わなかった、まあ、思わないでしょ、まあ、言えなかったのかもしれないけど、うん、そう、でもなんかいいかなと思って。いいじゃないですか、でもね。うん、そうそう。僕あれですよ、今日このマスク、うん、なんていうんですか、まあ普通の黒いマスクなんだけど、うん、なんかここにこういろんなロゴとかが入ってるマスクなんですね。うん、うん、はいはいはい。なんかこれまあネットで見てた時に、うん、まあ、うちの奥さんが見てた時なんですけど、うん、なんかね、なかなかその当時マスクがこう手に入らなかったから、まあそうだよね、あったからこれいいんじゃないなんて言って、うんうん、そうそう、これ洗えるマスク50回ぐらい洗えるっていう、ね、50回洗えるっていう。これも洗えるけど50回洗ったら多分ボロボロになっちゃう。いいね。そう、なんかちょっとこう、うん、まあファッション性っていうか、ちょっとこういうなんかプリントみたいのもあって、うんうんうん、それはそれでね、おしゃれでいいかななんて思って、うんうん、今使ってるんですけどね。しかもそれあれなんでしょう、リバーシブルなんでしょう。そう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 、このあ、リバーシブル、ちょっとなまっちゃった。反対にするとこうグレーでも使えるっていう、うん、ああ、なるほどね。おしゃれ。そう、まあそういうのもね、最近あのね、ファッション性っていうか、うん、こうファッションと連動したマスクとか、うん、まあ、そんなのもこうね目にするじゃないですか。そうだね、うん、本当にやっぱりこう、まあどうしてもお仕事でね、はい、白いマスクしかできない人の方がやっぱり多いと思うんだけど、はいはいはい、やっぱりせっかくつけるだから、まあ、お休みの日とかちょっと楽しんでもいいかなと思うし、ね、そうですよね、うん、まあ、私たちはさ、うちの店は特に、まあ、ちょっとファッションに関してはそんなに縛りがないお店だから、はいはいはい、代表だってあのドクロしてみたりとかさしてるくらいだから、うん、まあ一層のこと楽しめたらいいなと思って。そうですよね、うん、なんかせっかくだからね。そうそう、いろんなマスクがあるとね、それはそれで多分、うん、
楽しいでしょうし、そうそう、ちょっと気分を変えるっていう、ね、そう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 。じゃあ私今日さ、これレモンじゃん、はい、でこの頭にしてるターバンもさ、はい、あの手作りのターバンで、お、自分で作ったんですか？作れない。あ、違った。自分では作れないんだけど、はい、お客様でハンドメイドで、はいはい、こうターバンとか、あと、エプロンとか、そう、販売してる子がいて、ミンネとかでも買えるんだけど、はい、丸山工房っていうね、そう、それで、可愛かったから買って、で、はい、色とかもちょっと合わせてみて、はいはい、コーディネートしたんだ、今日。いいじゃないですか。いいでしょ。そっか、エプロンとかも作ってくれるんですね。そうだよ、私お家でしてるエプロンはね、丸山工房さんのエプロンだし、はい、あと小物入れるポーチも持ってるよ。すごいね、可愛くて上手なんだよね。いいな、エプロンいいですね。そう、いいよ。欲しいな。いや知らんよ、買ってくれよ、じゃあ頼んで。そうそう、だからやっぱりそういう連動とかもね、はいはい、今日はまあ色と、はい、あとハンドメイドっていう部分でちょっと連動させて、はいはい、つけてきたけど、毎朝私あれだからね、白いマスクの時はもう白いマスクだけど、うん、なんか柄物にする時は、うん、今日のこのマスクの柄に、うん、合うお洋服はどれにしようかなとか。あ、いいですね。そう、それ結構ね、朝ね、はいはいはい、悩むんだ。なるほど。そう、まあでもね、それも一つの楽しみっていうかね、うん、そうだね、今日どうしようみたいな、ね、うん、そう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 、いいじゃないですか。いいと思う。まあ、ただですよ、うん、まあやっぱ最近、まあ皆さんそうだと思うんですけど、うん、暑くなってきて、まあね、正直マスクしてるといや暑いな。そう、そこが問題なんだけど、うん、なんかユニクロさんから、はい、エアリズムで作られたマスクが発売されるらしい。はいはいはい、あれですか、エアリズムっていうのは、まあ、なんか涼しいみたいなイメージがありますけど、うん、私もね、着たことないんだけど、はいはい、涼しく快適に過ごせる、そう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 、みたいで、なんかそれ結構手作りしてる方とかもいらっしゃるけど、はいはい、ユニクロさんでも商品化されるみたいで、おなんかね、ちょっと夏そういうの、夏用のっていうかね、うんうんうん、いいなって思ってる。なるほどね、うん、まあ本当にこう、まあ、ニュースとかでもね、マスクつけてて熱中症とか、あ、そうだね、まあ、そんな話も聞きますし、うんうん、まあ、これからね、そういうファッションを楽しむっていうところもすごいね、うん、楽しみですごくいいですけども、うん、まあ、そういうところも対策しないとね、まあ、くれぐれもっていう部分だよね、はい、そうそう、水分補給しっかりして、はい、マスクをね、そうですね、うん、大事ですね、それはね、はい、はい、ということで今日は、まあ、マスクのお話というか、うん、まあ、また次回ね、代表、うん、もしくはね、けだまる先生とかね、あー、そろそろけだまる ね、はい、うん、いいかも。けだまる先生前回、うん、ハットかぶって登場したじゃないですか、覚えてます？あー、覚えてるよ。ハットかぶってきたね、けだまる先生。そうでしょ、うん、けだまる先生さ、うん、なんか可愛らしいマスクとかどう？え、私がまた作るってことね、うん、なんかこうね、あー、でも私が持ってるね、マスクの中で、はい、色はピンクなんだけど、はい、あ、ま、持ってる生地で、ね、はい、ピンクなんだけど、はい、犬の柄のやつがあるんだよね。でね、ワンちゃん、そう、ワンちゃん、はい、そのワンちゃんが、うん、リアルワンちゃんじゃなくて、はい、イラストの、なんていうの、あ、はいはい、ほんと可愛らしいワンちゃんの柄なんだけど、はいはいはい、そのワンちゃんね、耳がこう垂れてるワンちゃんなの、はいはい、で、耳のところはこうフワンってしてるワンちゃんなの、はいはいはい、だから、けだまるも、はい、あれじゃん、けだまる先生です、けだまる先生も、ここがふさふさしてるじゃん、はいはいはい、だから連動じゃない、そう、髪のふさふさとワンちゃんのこの耳のふんわり感の、あのちょっとダウン気味のね、フォルムのじゃあそれ作ってくるよ。おお、ぜひ。けだまるっちにね。はい。まああとはけだまる先生がそれをつけて登場してくれるかどうかはちょっとあれです。いやいや、つけて登場しなくてもいいよ。登場してきたら、うん、あ、プレゼントどうぞって、うん。してみてって言って。ああ。キュートだと思う。いいじゃないですか。うん。ピンクとあれがあった、確か緑。
なるほど。どっちでもいい。ピンクと緑ね。そう、こっちがピンクでこっちが緑にしてやろうかな。じゃあ。なかなかですね。面倒くさいね、やめる。はいはい。はい、まあ、じゃあということで、はい、まあそんな動画もいつかねお送りできたらいいですね。そうですね。うん。はい。はい。ということで、まあ今日はまた2人でお送りさせていただきましたけど、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。